当然彼のようなね素晴らしいキャリアがあっても簡単ではないという話をしていたので、まあ時間で焦ることはないよっていうことをずっと言い続けていて、徐々にそこのストロングの部分をね、本人も意識して、やっぱり自信を持ってやり始めたら良くはなってきているので、まあ、そこはまだまだいけるかなっていうふうに思いますし、すごく期待はしてますね。やっぱり技術はやっぱり嘘をつかないというか、やっぱり本物だと思っているので、まあ、その技術をいっぱい多く出せる場面をね、作り出せればいいなというふうに思ってます。やっぱ一緒に、プレーすることが楽しい選手ですし、まあ、技術があって、小柄ですけどフィジカルも強くて、まあ、見ている人も、チャノのプレーは楽しいと思いますし、なんかこうサッカーの楽しさを、周りに表現して伝えられるような選手だと思うので、まあ、キャラクターも明るいし本当にチームの助けになっていると思います。まあ、チームにね彼が合わす必要はないと思いますし、本当にグラウンドの上でチャナらしくやってもらうことっていうのが一番だと思うし、まあ、もっともっとわがままになって、はい、もう自分がね中心だって思ってもらっても全然いいと思うし、なんかグラウンドの上ではねわがままで、いろんな顔を突き通してやってもらえれば、まあ、おのずとチャナのもう力はもうあるの分かってるんで、もっともっとこう、チャナが求めるような高いレベルまで行くんじゃないかなと思いますけど。